私、性暴力って憎んでるし、なくなれと思うけど、性暴力とかが普通に行われた構造を作ったっていうか、それを担ったっていうか、協力してたのはマスコミとかメディアだと思うのね、と指摘。なのに、例えば性被害があったとか、見てたっていうことがあったとしても、それを言わないっていうのも個人の権利だと思う、と訴え、なのに自分たちメディア機関の人間なのに、お前らどうなんだ、っていう、ジャーナリストの青木聡氏は、一方で、東山さんっていうジャニー北川さんが一番気に入っていて、事務所の中でずっと長くいらっしゃったっていう方が、後継者につく。その上で、なのに、会見でさ、いのっち、井ノ原快彦、とか東山紀之、に、お前らどうなんだ、みたいな感じ。あれっていうのはめちゃめちゃひどいことだと思う。